皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日やるゲームはこちら、鬼滅の刃花神血風炭。火の神ね、花神でどうすんだよ。今日はもっと上手くなるために対戦モードをやってみよう。前練習のためにコンピューター遠いやつもね。しかし今回はオンラインで戦ってみよう。オンラインだったら強い人と当たっちゃうんじゃないの。何言ってんだよ、僕だって強いよ。だから余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り、本当にいけるかな。それじゃあ今回ランクマッチで行ってみよう。いきなりランクマッチ？まずはプレイヤーマッチで練習とかした方が良さそうな気がするけどね。そんなビビってどうすんだよ、ハゲマッチョくん。幸せが壊れる。この方が対戦相手かな。もう一生してる人だよ、ゴラ強いんじゃないの。だったらもう負け確定。諦めるの早すぎだから。誰で戦おうかなってもう決まってた。もしかしたら先に決めとかなきゃいけなかったのかな。まあ誰だっていいでしょう、勝てばいいだけの話。そうだけど、そんな勝つことできるかな。おーしゃおー、かっこいい。始まりがかっこいい。まずは相手の攻撃をかわそう。なんだよこの動き、って攻撃してくれちゃった。おお、せがれた後もガードできた。もういっちゃおう、一気に攻撃されてる。なかなかやるじゃないか。だけどこっちだってこれはボコボコだ。勘弁してください。やはり相手は強いんじゃないの。しっかり守って隙をついた方がいいかな。今だ、いいコンボができたぞ。だけどねずこが助けに入られちゃった。うまくかわしてきたね。やっぱり相手強そうだよ。相手が逃げ回ってるな。こっち来い。逃げて技メーターを回復させてんだね。ということは技メーターない時が攻撃するチャンスだったかな。溜まっちゃった。一気に向かってきた。やめてやめて、もうボコボコ。勘弁してください。とんでもなく大変してんだけど。かなり厳しい戦いだね。しっかりガードされちゃってるな。こっちもガードだ。しっかり防いでもう一度攻撃や。やられてる。なかなか難しいな。攻撃してもまたねずこに防がれてるよ。だったらこっちはサビトの力を借りてやる。どうだこの攻撃。今だ一緒に攻撃攻撃。ああねずこ来た、危ないな。お兄ちゃんだよ、攻撃してこないでよ。なんか分からんけど決まった。なんか最後ものすごいダメージ与えたね。サビトを助っ人に呼んだからかな。この調子で次もいける。あーやばい、奥義食らっちゃった。思いっきり奥義食らいに行っちゃってたよ。これはいきなり大ダメージで負け確定。とんでもないダメージ量食らっちゃってるね。だけど諦めないで。ああまたねずこが助けに来てるよ。うまくいかないな、コンボが。いけ、おお決まった。今回はゲージ保ってないからねずこが助けに来ないぞ。しっかりダメージ与えれたね。さあ来いや。やべえ、ダメージ食らっちゃってる。失敗した、ボコボコにやられてる。最悪最悪最悪。これはかなり厳しくなってきたね。技食らいまくりでピンチピンチ通り越してプチペチポンチ。ポンチ言ってる場合じゃないから。これはかなり厳しくなってきたな。技を強引に出しまくってやる。そんなことしてたら技メーターがなくなっちゃうけどね。使い果たしてきつすぎる。相手はめっちゃ溜まってて不利だな。気をつけながら攻撃だ。くらえ。いい感じにヒットさせてるね。もう大きく決めてやる。こずれちゃった。しっかり当てなきゃもったいなさすぎる。まずいまずいまずい、やられちゃうか。やばいぞこれ。なんとかギリ助かった。さあ二人がかりで来る。やばすぎる。だけど今がチャンス。一気に二人で攻撃。こちらもあとちょっとだ。よく逆転できたな。こっちもあと一撃でやられちゃいそう。だったらもう時間がゼロになるのを待つしかない。そんな勝ち方なんか嫌だけどね。
結局勝てばいいだけの話、やめてこない、来ないで、来ないでよ。なんとか勝てた。防御できなくてよかったね。よし、この調子で3本目もいっちゃおう。まずは逃げて逃げて逃げまくれ。向かってきてもしっかりガード。ああ見てる、最悪だ。ボコ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 にされて終われない。逃げるところをしっかりと追いつく。だけどまたね、すごいに疲れてる。せっかくコンボ決めてんのに助けられたらきついな。ドヒーもうまく仲間使った方がいいんじゃないの。できれば仲間は攻撃で使いたいよね。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし。ああボロボロ、また大きくなっちゃったよ。最悪だ、これはめちゃくちゃダメージ食らっちゃうよ。さすがにここまで食らっちゃうと厳しくなっちゃうか。かなり厳しいけど諦めないでいこうよ。攻撃はしっかりとガードしていこう。そして掴んだぞ。どうだ、掴み技。ガード掴うんだったらしっかりと掴んでった方がいいのかもな。今だって掴めなかった、恥ずかしい。じゃあもう一度か。疲れちゃったよ、最悪。とんでもないコンボ食らっちゃってるよ。もう諦めて、次だ次、余裕があるから次。まあ一応リードしてるからいいのかな。でも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 、ここから大逆転したらめちゃくちゃかっこいいよね。技ゲージは溜まってるし、技出しまくったらいけるかも。今がチャンスいけ。結局やられちゃいました。しかしまだこっちがリードしてるぞ。絶対次は勝ってやる。次は攻撃あんまり食らわないようにね。任せなさいって。こっちだって徐々に徐々に上手くなってるから、どっからでも来なさい。しっかりガードしてるからね。思いっきりダメージ食らっちゃってるよ。ガードしてたと思ってたのに、これキッズめちゃくちゃコンボ決められちゃってるよ。ああこっちも攻撃当てたいよ。ちょっとダメージくらいに来てよ。おーし、決まった。ダメージくらいに来てくれてる。あこっちが奥義くらいに行っちゃった。奥義簡単に食らいすぎだよ。もうちょっと気をつけた方がいいんじゃないの。これでがっつりダメージ食らっちゃってるもんな。下のゲージ溜まってるし、僕も奥義を決めるしかないな。奥義決まればまだ分からないかもね。ということは外せない。向かってきた時まだくらい。やった、奥義決めますぞ。完璧。すごい、終幕カットインってやーなが出てるぞ、トヒー。これが僕の力だ。くらえ、セーセールテン。決まったー。オーディフィニッシュ、かっこよすぎる。初めてのオンライン対戦でめちゃくちゃいい試合したね。これはめちゃくちゃ嬉しい勝ち方だね。うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハッピ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 ピッ。オンライン対戦もっと欲しいな。ランク上げるためにまた今度やってみよう。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンバラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。